向こうや向こう、ここが彼の意思だと思うんですか。それでこうって彼との間、彼との間に向こうでしょ、その次下ろしながら自分はこう探して、彼と僕の間に手がある、こういう状態、この高位置でやってたら難しくなっちゃう、すごくね。こういう向こう行った後、向こう行った後、僕はこう何か彼が真ん中に、彼の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 間に、真っ直ぐで彼の顔があったら、これ結構入ってた、そういう感じだから、こういう状態からこうやってちょっとね、ボコボコになっちゃう、詰まっちゃう。彼はこうやって横に向く状態じゃないの、まっすぐここにこうやってあげると彼がここに向く、だからこう、まっすぐこういうふうにポジションをやってみたのは、手を取り合うと横になんかやっちゃう、あんまり手をかけない。じゃあもっとまっすぐ、まっすぐって言う、じゃあこう来て向こうですよね、向こう行ったらまっすぐ、まっすぐ、まっすぐね、だからこんなふうに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 やらないの、まっすぐな、まっすぐ彼が来ました、彼ぶっちのうちにここが100になって向こう行きました、そしたら上げました、右側にました、さっき登りますけど、さっきこれと、これと同じだけどね、こうやって次で同じだけど、そういう感じ、もうちょっとこう来て向こう、今こういろんなことやる、足さばいて、さっきの向こうが足そのまんま立ってやって、そのまま向こう来て、そのまま向こう、それから上、向こう、左手、それ以外の趣旨はあんまりいかないですよ、この手上げなんて、上なんて脇の下、その意識じゃないんだ、ただ、ただ彼は向こう行きました、そしたら上げました、それだけだ。じゃあ今度さ、今こう向こうに入ったんですよ、このまま、このままで、ここから上げられないから一回下げる、それで上げる、ここ今うちに、今向こうからこう入ってきたの、今度はそのままこっちへ入った、でこう来て上げて下げる、こっちじゃなくて、はい、こう、で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 、全然何もしてないんだよね、行き場が
彼はフォローしてるんですよ。僕はあんまりこうやってなんかやってるだろうって、まあそういうのもいいかと思って壊していくんですね。彼の行き場終わったら一番スムーズに彼がこのいいところに、こういうところに来てくるかな、そういう感じで、そういう意識をやった方がいいような気がするんですよ。そう思っていなくなって、なんかいなくなる。彼が、あ、ちょっと行ったらいいかな、でそここうやっちゃうから、ほら、あ、ここ来たらちょっと危ないな、それからこう来たら、こういう感じ。あんまり自分でやると、こう思ってやっていくんですよね。あるいは、自分のことで、あっちでボールさせてやる。で、あとは自由に動いてたけど、自分は何を抑えてるのか、自分はその小学生を持っているのか、その状況をちょっと作ってみる。そういうふうに、カバーした方がいいと思う。もう少し。Come on.